お疲れ様です気になる男シリーズ86話を送っていただきましてありがとうございます、ね、稼ぎ手の責任ということでタカ、えー、さんもお話しくださったと思います、えー、これね軽く考えちゃいけなくって結局まあ誰か愛する人を守るとかね家族を守るって口では言うんですけどもじゃあ何をもって守るのかっていうその方法手段を持ってない人はたくさんいるっていうかほとんどの人はそうなんですよじゃあ例えばね 何の力を持って愛する人を守るんでしょうか一つ体力とか体格とか腕力を持って守るってことがあります自信ありますかどうでしょうか戦うことって拳で戦ったり体力で戦ったりっていうこともあるんですよこれほとんどの人はないですよねで自分をそうやって肉体的に鍛える瞬間って人生の中で持つ人ってまあほとんどいないんですよ、うん、だからね自らね自が ファイティングスピリット、あとアスリートみたいな体力とかは気力を充実させないととてもじゃないけどもいつでもビビってね下を向くようになっちゃうんですよ。そんなことで誰を守るんですかって話ですよね。これ一つ目。体力、気力、精神力。まあ、こんな感じですかね。まあ、腕力ですかね、一個目。一個目は腕力ですね。本当に原始的な。まあ言ってみれば暴力の力で守るってことは、これはね、うん、緊急事態には必要なんですよ。なぜなら、 暴力で立ち向かってくる人がいるからなんですよね。でも、見た目にがた体が強くて勢いがある人に誰も挑んでこないでしょ。だから、体を磨いていくことってむちゃくちゃ大事なんですよ。一つ目は、こうやって自分のパワーでもってね、腕力でもって愛する人を守れますかっていう問いかけがあります。で、二つ目は、稼ぐ力によって守るってことですよね。やっぱり自分の家族が何かに困った時、病気になった時、 一定期間ちょっとエネルギーがない時必ず必要になってくるのはお金なんですよなぜなら自分が愛する家族やその人を守れない時って誰かに頼んで守ってもらうこともしくは救ってもらうことになりますけども誰がね自分の家族のためにお他人様が無料でやってくれるんですかってことなんですよだから感謝の意味を込めて「このお金でお願いします」というふうに。 有能な人を雇えるお金を持ってるかどうかって重要になってきますよね。家族の自由を守るためのお金って必要なんですよ。うん。やっぱ最近ではね、共働きってのが当たり前になってきましたけども、じゃあこうなるとね、何が起こるかっていうと、自分で稼いだお金を自分で使いたいっていう心理がさらに起きるんですよ。例えば家計を考えた時に、まあ、お父さんのね、家計のほとんどの部分を、 持たなないいないいいとけんんででで自分の所得は減るばっかりなんですよでも共働きをしている時に奥さんってどういうふうな経済的立ち位置を持つかっていうとじゃあこれ生活費ねって渡す例っていうのは結構少ないんですよね自分のの消費のためには稼ぐんですよでも家計のためにはあんまり稼いでくれないっていう現象が起きてきてそうなるとねそれに不満を鳴らすんじゃないんですよ。俺の金の金力で家族を支えていくんだっていうふうにやっぱ頭が思わないといけないんですよね。 だからこの高さんにも前お話したんですけども月収100万って決してですね高い金額じゃないんですよもちろん75歳まで働き詰めなんだったら月収100万でもいいと思いますよでもさすがにね75歳まで朝星夜ししで働きたいですかそれはサラリーマンを否定した人生としてはあまりにもお粗末ですよやっぱりね働き詰めの人生を拒否するからこそ こういった形で稼いでいこうとするわけでしょ。となると、月収100万といえどもね、50代でリタイアするには足りない金額なんですよ。だから月収100万ってのは、フリーランスでやるんだったら、出発点なんですよね、これ。到達点とか目標じゃないんですよ。こんなのは、さっさとクリアして、月収100万なんていうね、あの、ペイペイのレベルですから、これは。そのことを考えていただいて、 稼ぐ力で自分は誰かを守れているのかなってことを考えないといけませんよね。やっぱり少しでもいい環境、少しでも有利な立ち位置、少しでも命ながら得る、そういった生活環境ね。こういったものも与えようとすると、とてもじゃないけども、月に20万、30万では何も与えられないです。食って、寝て、終わりですよ。それこそビールすら発泡酒にしなければなりませんし、タバコやお酒っていう趣味をやめなければいけないですよね。 で空いた時間があってもお金がかかることはできませんから限定的な楽しみ方になって全く世界が広がっていかないんですよじゃあその暮らしでいいんだっていうんだったらねいいんですけどもじゃあなんでサラリーマン辞めたんだって話になりますよねだってサラリーマンだってその暮らしは変わんないじゃないですかしかもサラリーマンにはあまりある保障がありますからねその意味ではサラリーマンと同等の保障を受けれるフリーランスの方はほとんどいないっていう現実もありますそそもそもフリーランスで 月収10万以上稼いでる人は1割に満たないわけですからね。この現実に飛び込んでくる人が後を絶たないわけですよ。何なんでしょうね。だからお金の力で愛する人を守る。これが2つ目のポジションとして持ちたいところですよね。じゃあ3つ目は何でしょうかこれね4つ目まであるんですよ。3つ目はね、ここなんですよね。頭の良さとか知恵で、 愛すするる人人や自分の大切にしたい人を守れるかってことなんですよ。知恵はありますかと。これはね必ずしも学校で教われる勉強のことだけではないです。でも当然学校で教われるの勉強は基本的に全部持ってないとダメですよ。それこそね誤解して解釈するんですよ。基礎的な知識がないと。例えば知学とか理科とか科学の知識がないと不思議な現象をすぐオカルトとか都市伝説に結びつけるんですけども。 科学的に解釈できればそれこそ中学生ぐらいのレベルがあればね理論立ててそれをね解釈説明できるんで勘違いして変な方向行かないんですよ都市伝説はファンタジーとして楽しめるし本当に不思議な現象っていうのはこれは解明しなくちゃなっていう形で疑問に思うことができるんですよでも大抵の人は逆です <laughs> 大抵の人はね自分で解釈できないのは陰謀とか言い始めるんですよ、うん、陰謀っていうふうに形作ると自分の頭使わずに済みますからね 何でもかんでもね、国際金融資本が動いてるんで、国際金融資本って誰ですかって話ですよね。どこにその本部があるんですか。もうね、う考えること豊かですよね。何ロスチャイルドまあ、いないことはないけども、ロスチャイルドがいちいちね、私たちの暮らしいちいち見てないですよ。人を監視するのにもコストがかかりますからね。 ま、この話をするとね、非常に面白くなくなってくるんで、まあ、都市伝説を楽しみたい方とかね、裏社会があると思う方は思えばいいと思いますけれども、その陰謀論っていうものを作り出してる陰謀組織があるのは確かです。陰謀論をたくさん作ることによって収益を得る、そういうふうなね、陰謀株式会社ってあるんですよ。まあ、昔言ったらね、ムーっていう雑誌みたいなもんですけどね。うん、だからそういうオカルトに、 マーケットがあればそれを作り出す産業ってのはあるのは当然なんですけどもじゃあそのムーの編集部がねなんか裏社会の入り口を知ってるかってっそんなことなくてほとんどが創作とかね海外の BQ 映画をもとに作った記事なんですよでもそれでも楽しめるでしょつまりはこれはファンタジーという,うエンターテインメントを作り出してくれてるんですよねでも真に受けていや自分は別の世界に転生したらこういう能力があるんだとかってね 感じた人がいますけども、それは人生の楽しみ方の一つとして持っといてもいいと思いますけども、それをあたかもね、この世の中は実はもう終わっていて、この別の次元で私たちは暮らしていくんだみたいに思うのは、ノストラダムスになっちゃうかなと思いますよね。<laughs> まあ楽しい生き方ではあると思うんですけども、その才能をぜひね、映画とかコンテンツの制作に作っていただければ、多くの方を楽しまして励ますことにもなるのかなと思います。はい。まあ3つ目はね、知恵です。 知恵で頭の良さで守っていけるかどうかってことですよね。じゃあ四つ目は何でしょうか四つ目。何の力で愛する人を守るんでしょうかこれはね、精神力ですよね。すぐにへこたれちゃう方とか、すぐに諦める人とかね。こういうので誰が救えるんでしょうか逆に助けてもらうばっかりでお荷物になったりするんですよ。だからすぐに心が折れる人って、やっぱめんどくさいんですよね、こういう人は。社会の進化に 足をを引っ張っっ張てててブレーキをかけてると言ってもいいですただしそういう人はいなくならないのでそういう人の権利は守っていかないといけないですよね。これがねだから身内に起きた時どうかってことなんですよ。お他人様ならはいさようならでいいんですけども家族ともなるとどんなに腐った関係になっても一定の責任もあるし投げ出すことはできないですよね。だから抱えていくってことになります。まあ抱えていけるような精神力がなければ。 多分ね、うん、なんか若い女の子とこう言っちゃったりとかするんじゃないかなと思うし失踪とか蒸発とかね蒸発ってなんかネガティブなイメージですけども消えた方はハッピーなんですよ <laughs> むしろね蒸発される方に地獄がやってくるですよね今までそんな思いをさしていたのかというね現実に突き当たることになるかもしれませんだから強い精神力を持ってやっぱり自分をね立てていかないですよね 誰かに励ましてもらったりとか誰かに教えてもらったりとか誰かに手を引いてもらうみたいなことを期待せずに自分のことぐらいは自分で誘導していくぐらいの精神力はまあ一人前持ち合わせてもいいんじゃないかなと思いますよね、うん、だからね、まあ、まあ親兄弟身内が不幸なことになっても乗り越える精神力ぐらいいるでしょさすがに落ち込むことはあると思いますけども 落ち込んだのと同時にそれを盛り返していけるような別のエネルギーをね持ち合わせていなければいちいち頓挫するんじゃないですかでその強さを持っていますかってことですねそれ4つお話しました体力腕力でもって守ることお金の力で守ること抜群に賢い頭で守ること強靭な精神力で守ること この4つ以外はほとんん。ど役に立ちませんでもこういうことすら考えることもできないし学ぶことができないのが多くの人の現状じゃないですかねでこの4つの能力は幼い頃から鍛えることができるんですよね、まあ、例えば10代の頃にできるのは徹底的に体力を磨くことじゃないかなと思います10代の頃に培った体力はそのまま40代50代まで持っていけるんですよ でも10代の頃にそれをやらなかった人はいつまでたっても疲れやすい体質とかんなんかちょっとやるとね、えー、こう休みたくなっちゃったりとかねするわけですよねそうなるとねせっかく生きているのに使える時間がものすごく減るんでめちゃくちゃ不利なんですよだから10代ではしっかりとした基礎体力を作っていくこと場合によっては修羅場をくぐっていくチャンスは10代にしかないですね まあ何も喧嘩をしろってわけじゃないですけども、でも度胸はつきますよね。バチンとぶん殴って、相手の顔から火を吹くように血が吹き出る。まあそんなことにビビらなくなりますし、逆に向こうからされてもね、あ対大して痛くもないし怖くもないなってことに気づくんで、どんな時でも強気に出れるんですよ。まあ、そういった野生の本能ってのが持ち込める30代や40代あるかってことは非常に大きな問題になります。 ガッと睨まれただけでね、勝負できなくなっちゃったりとか、大声出されたくらいでね、キャンって逃げちゃうようだったら、何も守れませんからね。むしろね、突っかかっていくぐらいの勢いはいるんじゃないですか。丸くならずにね。で、二つ目のお金の力ですけども、誰かに雇われなければ稼げないとか、誰かに仕事をもらわなければ、お金を稼ぐきっかけはつくまえないっていうんじゃ、これまた半人前ですよ。高校生のアルバイトです、これは。自ら 人の問題に気づいてそこに価格をつけて問題解決しましょうかっていうふうに持ち込めるようになって初めて自分で稼ぐってことができるいわゆるこれが本当のフリーの仕事なんですよ。じゃなかったら結局は下請けをやってるようなもんなんですよね。つまりはサラリーマンよよりも立場が悪くなるってことなるんですよ自分が主導権を持って仕事を作り出していく選択肢を作り出していく。 人の縁を作り出して時には断ち切っていくっていう選択肢をいつも持っていなければなりません。コントローラーを自分が持っていますかってことになるんですよね。そういう意味でお金を稼ぐ力っていうのが備わってくるんですよ。それ以外はお金を稼ぐ力ではなくて雇われる力と言ってもいいでしょうね。当然収入はピンハネされまくった絞りカスしか来ないですから、いつまで経っても時間的、お金的に余裕ができないってことになります。はい、三つ目はぶっちぎりの頭の良さです。 あの周りの人がねわあこの人たち全然分かってないなーって常に思えるぐらい頭が良くないとやっぱりリードすることができないんで自分の頭を鍛え抜くことすごく大事になってきます。これはやっぱりね二十、まあ、歳を過ぎて基礎教育が終わった頃からこの差っていうのは出てくるんですよ。要するに教育で教わったことで差がつくレベルじゃなくって誰にも教わったことがないのに自分で学べる力があるかってことなんですよ。 ここには知識とか経験っていうのが本当に重要になってきますんで、ちょっとやそっとの経験とか知識でね、個人的主観で全てが分かったって思えるようだと、だいぶ勘違いしちゃいますんで、やっぱり遠く先人の知恵を借りたりとか、時代によって変わる価値観に気づいたりとか、未来を想定する能力とか、一部予知能力ですよね。うん、あとは鋭い勘っていうのが必要になってくるでしょうね。大体いいね、人って勘を働かせるようで全部まとわずれなんですよ。そうじゃなくて、 こうじゃないかなと思った予想が大体合ってるっていうふうにならなければ予知能力とは言えませんしとんでもない勘違いで人間関係を壊すことになりますんでここもご用心ですよね何が起こるかを未然に防ぐことができたりとか何が起きるかを未然に知ってそこにチャンスの器を持って待っていることができるか網で掴むことができるかどうかってことなんですよ先行者利益ってやつですよねだからいつも行動が早い人はその行動の前に 何がが起ききるるかってていいう未来想定がだいぶできてるんでんすよこれはピンポイントでできませんのでまあいくつもの未来想定をしておくってことになりますそれを臨機応変に使い分けるんでもうその場その場で行き当たりばったりとは全く違うんですよねこういうふうな頭の良さっていうのが必要になってくるでしょどんなトラ,トラブルがこれから予想されるか数年後には何が起きるか大抵のことは予想できますからねまあ例えばねこれね まあ家族を持っているタカさんだったらわかると思いますけどもあの異性に出会ったら恋愛関係になるかもしれないって予測がつくでしょ恋愛関係になったらもしかしたらお付き合いするかもしれないし結婚するかもしれないって予測がつくじゃないですかそうなると結婚したら子供はできるかもしれないなって予測がつくわけですねこれは異性に会った瞬間に思えることもっと言ったら異性に会わなくても思えることなんですよじゃあその時から準備始めとけばよくないですかってことなんですよねそして一旦家族を持つと基本的には生涯50年がかりで 抱えていくことになりまますからじゃあ50年先まで考えるここととででできますすよよねねってことなんですよ、ね、でも多くの方はそこまで考えずに明日のことすら予想すらしてないんですよ。予想して外れることもあります。でも予想しなければ外すこともないというね、最も危険な状態です。よく後悔に例えますけども明日の天気もわからないのに船で海に出ますかってことなんですよ。天気は外れることもあるんですよ。だから天気予報以外にも 自分なりのリサーチが必要になってきます。もっと言ったら、嵐に巻き込まれても大丈夫な体勢を取っていくっていうふうなリスクヘッジも、とえはたいに込めることになりますよね。だこれが知恵だと思うんですよ。そうすることによって、ピンチの時が来ても、自分と自分の家族だけは守れ、ということになりますからね。場合によっては、お隣さんも、もしかしたら助けてあげることができるかもしれないですね。で、四つ目は精神力ですよね。精神力は、鍛えることができますけども、 鍛え方がわからないっていう人いるんですよ鍛え方がわからないでここまで来ちゃったんですかってことなんですよね。精神力は鍛えることができますでも多くの方がその方法すら知らないし素人知ろうともしてないんですよ。それじゃあ精神は弱いままですよね。生まれつき弱い人は弱いままです。でも精神が弱いなと思ったらどうやったら強くなるんだろうかっていうふうに疑問を持ち。 そしていろいろ精神を強くする方法を試していくことが必要でしょうね。でも、そこまでしないんですよね。うん、残念ながら。さあ、4つ、愛する者、身近な人、家族を守るための4つの力を今回お話ししましたけども、何も身についてない方は何やってるんでしょうか。<laughs> 何やってるんですよね、うん。もっと大事なことをやってるのかもしれませんね。だからね、決してね、 この四つの力を持ってない人を馬鹿にしてるわけじゃないんですよ。この四つの力を置き去りにしてまでやるべき大切なことがあったんじゃないかなと思うんですよ。せめてそういうものが残るといいですよね。でもまあ、タカさんも、私もそうですけども、第一にね、守ることが最低限の義務になってますんで、その他のことをもうやってらんないなってとこですよね。まあ、昔の言葉で言うと、 ウーじゃパーじゃ言っても金がなければ何もできないってところになります。金を作るためには体力も必要でしょう。金を作るには知恵も必要ですよね。金を作るには精神力だって必要ですよ。何をやっても稼げません終わりでは済まされないんですよね。月末その支払いどうするのって奥さんに聞かれた時にんて答えます今度同窓会があるんだけどさ、新しい服ぐらい 帰うちにはないのって言われてたらどう答えます子供がさなんか部活に入ったんだけど結構お金がかかるっていったって毎月5万10万かかるわけではないんですよ。いや毎月5万10万プラスでかかったところで「あいいよ」って払えるぐらいの力を持てないですかね。もっと言ったらね私たちは幼い頃もしくは成長期に期待したはずなんですよ。 進学したたかからななんかちょうだいみたいみ高校になったからお小遣いアップしてみたいな今度はそれをね要求される番ですけどもどうでしょうかねえ高校2年にもなって小遣い毎月3,000円こんなんじゃ猫も与えて通るわよって言われてないですかだったらお前高校生になったからさ付き合いもいるだろうほらクレジットカード渡してまあ使いすぎんなよっていうふうにできないですかね そうなるとね一部の方はそうやったらお金の大切さが分かんなくなるからとかいいんですよお金を使えば使うほど大切さ分かるようになりますよこのお金がなかったらこういう体験もできないんだっていうふうにありがたいと思うんですよそういう考え方もできますよねつまりはあんまりお金を与えるとお金のありがたみが分かんなくなるっていう理屈はお金がたくさん持てない人の負け惜しみだとも言えるんですよそれをしつけっていうものにね まとめてるんですよね。まあそういう風に疑っていくことも大事じゃないかなと思います。これもまあ知恵の力の一部ですけどね。まあさすがにね一生懸命お金使おうと思っても限界来ますからね。だって自分の知識と経験でしか欲しいものって見つからないわけじゃないですか。中学生高校生でどんなにお金使っても毎月10万使うのは結構しんどいですからね。最初のうちは勢いがあって使えるでしょうけどもそのうちね 何に使えばいいか分かんなくなってきて、うん、じゃあ毎月自転車買うんですか毎月新しい服欲しいですかとか毎月買い食いして美味しいもの食べたいんですかさすがにそんなね金遣いに付き合ってくれる人もいなくなりますんで途中からたかられて寂しい思いして終わりってことになりますよねまあだからお金の使い方を学ぶようにもできるだけ渡した方がいいでしょうねきっとね足りないと思わせれば不満がたまりますけども 使いい。方が難しい、うん、どうやってお金を使えばいいのか何に使えばいいのか教えてねって言われた時に初めて親の役割が出てくるわけです、まあ、そんなことも考えながらこれから大きくなっていく子供たちを見ていきましょうということになりますね。はいじゃあ4つの力で家族を守れというテーマでお話し,しましたけどもこの4つの力を持ってない方どんなことを大切にしているのか。 またコメント欄で教えていただければと思います私には見えない景色がそこにあるのかもしれませんそれではタカさん次もよろしくお願いします